士から始まるイエーイキャット&チョコレートゲームイエーイ。くるくるちょもちょもくるちょもちょも今日はいい日だね。サナちゃん見てる、クルーシュです。チョコレートです。イエーイ。はい、今回もこのカフェラクーンさんから、特別にお送りいたします。もう居心地良すぎてもう2年いますわ。やばいやばい、ほんと適当な男や。今回もスペシャルゲストをご用意しております。またもうびっくりするよ。スペシャル、スペシャル、令和だからね、やばい。早く会いたい。それではじゃあ、ご紹介しましょう。カフェラクーンのマスター、ボンタさんです。またかーい。こんばんは。ようこそいらっしゃいました。またお邪魔します。で、今日はボンタさんをお招きしまして、巷ではアナルゲームが熱いということで。アナルゲーム、ごめんね。アナルゲームじゃねえよ。それは折れない。人生ゲームみたいなやつ。そうそうそう、まあまあ言っちゃえばそうなんだけど、その中でも僕が一番好きなゲームを今日はご用意しまして、エネマグラ持ってきてないけど。あれはゲームじゃなくて人生だよ。今日3人でやろうっていうゲームがですね、こちらです。キャット&チョコレート。何それ、キャット&チョコレート。はい、猫とチョコ。猫は好き、チョコレートあんま好きじゃない。え、そうなの。で、僕はチョコレート好きですけど。あ、そうなんだ。猫アレルギーかもしれない。おっと、おっと、もうすでにバチバチになった。いや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 、やばい、戦争は。このゲームはどういうゲームかというと、あの、物事、ピンチ、ピンチ。下手だなぁ。でも一回これ僕遊んだことありますね。あ、本当ですか。はい、さまざまな危機的状況をこの配られたアイテムのカードを使ってそれを乗り越えていくみたいな。めちゃめちゃ上手。今日はちょっといい飯食おうかな。お願いします。どんなゲームかね、やった方がやりながらね、はい、楽しんでいきましょう。はい、ということで、はい、キャット&チョコレートゲーム始まります。えいということでね、準備しました。このゲームの終わりはですね、エンドが出たら終わり、ね、そこで終了。これを間ぐらいに入れて、こちらがチームカードになってまして、ポイントの入る入らないはですね、みんなのジャッジによって決まるんで、同じチームだから、うん、敵だからっていう、じゃあ分からないでね、その答えに対して純粋にいい悪いか決めるよね。で、はい、でこちらじゃあ引いていただいて、置いといて、ここに置いておくわけね。こんな感じで、はい、わかりました。で、今回ですね、特別にクルチョモカードというものを買って、クルチョモカード。なかなかひどいね、クルチョモカードね。まあ、普通にやってもおもろいな。危機的状況のお題を武士が考えてくれると。じゃあ、早速いかせていただきます。はい、どうぞ。はい、トイレが混んでて入れない。よく並んでますね、これ。すごく並んでます。はい、手持ちのカード3枚。3枚を使って、説得してくれ。はい。はいはい。じゃあ行きます。はい、部屋から、うん、望遠鏡を覗いたら、うん、髪を乾かしてる女の人がいて癒された。そうだ、ワインの瓶にうんこしない。はい。クルーシの攻撃が終わりました。二人に、ジャッジしていただきます。これは、トイレが混んでて入れないを回避できたのか。せーの。うおはい、ということで、クルーシ失敗。使ったカードは、あ、また補充するんですね。はい、で、次はゴンちゃんの。せーの、ドン。はい。マスが乗っ取られた。2枚です。2枚を使って回避。ああ、なるほどなるほど。アイテムの運もあります。あれ、あなるほどなるほど。一応回避してみます。頑張っていきますね、はい、犯人に次ぐという声とともにバイオリンの音色が聞こえてきて、犯人のお母さんが今泣いてるぞみたいな BGM とともにその説得したトークが流れ、もうもしもの時は運転手さんがバスガス爆発マッチを使ってっていう感じで、はい、はい、それでは、ジャッジの方いきます。せーの、
途中から聞いてなかった。厳しくいきますね。厳しいな。ゲストなのに厳しい。ゲストには甘くいかなあかん。そこはね。じゃあチョモちゃんです。おっしゃ、はい、どん。静かにしなきゃいけないとき、お腹が鳴りまくり。お、2枚。2枚。オッケー。さあ、初挑戦のチョモラで。じゃあ、この危機、回避したいと思います。お、いきます。はい。まずは、瞑想や。でもやっぱラーメン食いに行こう。オッケー。あー、なるほど。オッケー言えばいいと思うよ。じゃあ、ジャッジ。はい。せーの。あー、もう悔しい。ありがとうございます。はい、これはチョモちゃんのポイントになりますんで。なるほど、置いといて。これ1ポイントですね。はい、あー、そっか。最初に2枚そうですね。あー、なるほど。2枚とか50。はい。あー、上手上手。うん。チョモラーテが初挑戦ながら、唯一初挑戦ですよ。お見事、お見事。うん。苦手な相手から遊びに誘われた3枚。難しいゲームだな、おい。とりあえず、着物着て変装して、うん。メガネもかけちゃえ。うん、最後、お金でどうにかしよう。はい、じゃあ、お願いします。せーの。はい、やったー。これさ、これそのゲームを予習してきたときに、うん、この1億円カードっていうのを見て、うん、いや、これさえいけばめっちゃええなって。どうにかなる。1億円カードめっちゃええわ。やりました。せーの、ドン。ケツメイシのさくらの PV の鈴木意味が好きすぎる。つらい。これ俺のことですね。いきます。すげえ。さまざまなこの思いがこう募っています。これをどこにぶつけようか。それをまとめた一冊の小説があります。いかがでしょうか。じゃあじゃあ、せーの。ありがとうございます。あ、よかったー。乗り越えた。ありがとうございます。クルチョも乗り越えた。クルチョも、これこっちですね。ありがとうございます。そして俺クルチョもが待ってます。そうですね。はい、でダーン。うん、仕事中なのにチンコの皮にチンゲが挟まってしまった。気持ちが悪い。ああ、よくありますよね。これ2枚ですね。あー、2枚であるある。よくあります。あ、普通に言っちゃったけど、あるあるみたいな。ごめんなさい。火星じゃねえよアピール。新聞読んでチンコの皮に毛が挟まってること忘れよう。うん、無理や、性転換しよう。うん、せーの。あー、これは割れました。割れた時は厳しくジャッジなんで。あー、すいません。なしなし。うん、片思いの相手を振り向かせたい。2枚。口紅も振ろう。あ、無理だ。そっと行こう。それではジャッジお願いします。どっち目線やねん、これ。せーの。あー、やっぱ、まあ、単純に面白かったね。回避、まあ、はしてませんから、ね。難しいな。はい、はい、じゃあいきます。ドン、こちらです。はい、会社が倒産しそうだ。1枚を使って。1枚って結構難しいやな。1枚瞬発力いるな。ああ、俺思えばケンタコの世界チャンピオンだから YouTube に動画アップして広告収入であのお金返しちゃおうみたいな感じ。ああ、なるほど。どうでしょう。これは難しいと思う。せーの。あ、ありがとう。これは難しい。まあ、そうですね、厳しく言ってください。でも、でも、素晴らしい。ゲストで合わせる。はい、アイドルに恋をした。仕事も勉強も手につかない。3枚。とりあえず、自転車乗って会いに行こう。恥ずかしいからやっぱ、ゆるキャラの着ぐるみでも着て変装しちゃおうかな。にゃー。じゃ、せーの。あれ、嘘。うま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 う。厳しくして。いや、なんからしくてよかった。さっさかね。ドン。ハチに襲われそう、1枚。ハチに刺された経験がある人っていますか。俺、あります。ある。おー。昔、サラリーマンやった時に、はいはい、飛び込みの営業で、うん、一般のお家を回ってた時があって、ちょっと田舎の方に行った時に、うん、大豪雨があって、うん、で、うん、ちょうど雨がブワーって来たんですよ。うん、で、あ、やばいやばいと思って、そのお家の玄関に行く前に、納屋みたいな、うん、ちょっと離れの、うん、して小屋みたいなとこがあったんです。そこに窓構えるでしょ、飛んでバーって走って行ったら、うん、そこに蜂の巣が。
って、で、もうそのブンブン飛んでたところに俺がこう走っていったもんやから、おお、蜂がもう漫画みたいに、うわーって来て、あの影の感じで、うわーってなって、で、その時にお客さんに見せる用のそのファイルみたいなだけもだから、それで蜂をこう、うわーって払うんですけど、やっぱもう、もう喧嘩になってるんで、向こうもやっぱ必死に攻撃してきて、もう手バチッて刺されて、その俺のターンや。じゃあ、ハッチを刺すね。大丈夫やで。はい、どうぞ。ジャッジ。せーの。やったー、うん、来たー、シンキングタイム中身ありがとうございます。時間強しやなー。ね、エンド。エンド。はい、ここでゲームが終わりということで、はい、お疲れ様でした。はい、手元のカード、何ポイントゲットしたカード、はい、ゲットしたカードの枚数は3ポイント。3ポイント。2ポイントです。チームカード、これで勝敗が最後に分かれてる。なるほど。おー、はい、怖い怖い怖い。それでは、いい戦で。いい、せーの、ドン。チョコレートチーム、ということは、僕とゴンちゃんのチーム、チョコレートチーム。あ、はいはい。5ポイント、5対3ということで、くるぶしゴンちゃんの勝ちということで、ね、ありがとうございます。これなんかもっと大勢でやれたらめっちゃおもろい。そうだね、そうですね、うん、いやちょっとこれ待ってやろう、うん、第2弾ちょっともっと悔しいからちょっと大勢で、ね、今回はキャプタンのチョコレート、くるちょも&カメラくんのマスターゴンちゃんと遊んでみたでした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。また見てね、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。セックス。自信ありないし、自信ありますカフェラクーと申します。はい、こちらお店はですね、朝10時半から夜7時まで、6時半ラストオーダーになっております。定休日は毎週火曜日になっておりますので、ぜひあの自家焙煎のコーヒーでこだわりを持ってやってますので、ぜひとも遊びに来てください。よろしくお願いいたします。今日もらってしまったよ。たった一枚。じゃあ、いきます。風俗で病気をもらってしまったようだ。誰に移そうかな。悪すぎる。